そうにお前の前では自分を実際よりもでかく語っている。その姿まるでヒーローだな。なんて本当は自分の大きさは黙っている。でもそんなありふれた男が抱くこのまっすぐな気持ちだけはわかってるかな。不格好だが等身大のまま伝えている。いつも二人で何が起きても一緒に全てを分かち合い、いつも二人で互いのことを一生かけても分かり合いたい。はしゃいで笑ってる日々も涙流しで触れない夜も、笑い顔泣き顔どんな時も全部同じように。何もなくておしゃれでもないこの部屋に、もしも君がいてくれたらどんな日々が訪れてくるだろう。疲れ果てて帰った時も君に会えば癒される。嬉しいことあったその日は共に笑い合える。家族思い素直さとか学べることたくさんある。頑張り屋で負けず嫌い刺激受けることできる。こんな風に未来を考えるのは初めて。尊敬したい。